実況者に優しすぎるコースということで、これ実況者のアブさんが作った実況者向けのコースということで、まあ、これをね、この実況者に向けたコースをやっぱ実況できる、一番うまく実況できたやつが真の実況者ではないのかと、そう思うわけですよ。なのでまずはね、ちょっとロケハンします。はい、実況メインなの でまず最初、まあ、これアブさんの動画でね、ちゃんと解説聞かれた方ご存知かと思うんですけれども、最初ね、これ30秒か35秒ぐらいブンブンが降ってくるまでアピールタイムらしいです。なのでここで実況者 のトークを生かしていくと。でそこで、まあもうそこがまず肝心よね。そこでバチッと一発かませるような強烈な自己紹介をやった後に やらなければならないと。ここカットしちゃうなんていうのはもってのほかに、一番やってはいけないのはここでカットしちゃうこと、なので35分間しっかりとアピールしていきたいなと思います。そして、これ中間取った先は敵がいっぱい配置されてて、これね、気持ちよくなってほしいとアブさんがおっしゃられてたので、ここはね、もうみんなが気持ちよくなるようなこうすがすがしい実況をしていきたいなと思っています。でこれ絶対やってはいけないのは下ネタね。気持ちいい気持ちいいみたいな、なんかちょっとこう下ネタっぽいこと言って、おやえぐなみたいなコメント待ってるみたいな、そんな感じのだけは絶対にやってはいけないかなと思います。そして次、穴が5個あるんですよ。で、これ正解ね、左下なんですけれども、この辺入るとまあ意地悪な仕掛けがあるわけなんですけれども、こんな感じでね、ここはもうリアクションの見せ所ですね。しっかりと大げさでもね、いい面白いリアクションをね、しっかりとしていくというところ。はい。で、まあ、それがいくつかあるので、まあ、若干天丼感もあるので、まあ、グダグダになるぐらいやったら少々カットを入れてもいいかなとは思います。ちょっと長引いてしまったりとかね、した場合はね。まあ、サクッとこんな感じで死んだんであれば、まあ、そのまま流してもいいかなっていう感じがしますけど。で、ここで一番やってはいけないなって、個人的に思うこと。まずは無言になること。まあ、無言になるのも、難しいステージやったら、無言になって、なんか真剣にやってるんかなみたいな感じの時はいいんですけれども、まあ、こことかやったらね、なんか怒っちゃったみたいな、あれこんなぐらいのステージで怒っちゃうなんて、ちょっとこの人怖い、見るのやめようみたいになっちゃうので、まあ、ここで無言になるのはまずい。これやってはいけない。あとは人格否定ね。このステージ作った人に対して、こんな意地悪なステージ作るなんてバツバツだよみたいな、なんか決め込んじゃうみたいな、ね、ここもね、入ったらね、ゴールに行けそうで行けない、虚無しか持ってないみたいなとこなんですけど、こんな意地悪なステージ作るやつペケペケだよみたいなのは言っちゃわないように気をつけて実況していきたいなと思います。はい。で、左下ね、このゴールに向かうところ行くと、ここがね、実はね、結構難しくて、はい。これかなり難しいんですよ、ここ。これね、クリア率 2.2% 台のゆえんだと思うんですけど、ここがね、非常に難しいんですよ。なので、ここはもう真剣にプレイしながらも、死んじゃった時はやはりね、リアクションを入れていくと。そんな感じで、いかにここが難しいところなのか、そこを達成したのかというところを、こう、視聴者に感動を与えるような実況をしていくと。そんな感じで実況していきたいなと思っております。はい。で、だいぶ慣れてきたので、そろそろいけるかなという感じが、してきてるんでありますけれども、いけないんですけれども、いやね、あでもね、だいぶ慣れてきたんですよ。慣れてきて、この感じでいけばいけるかなっていうのを、掴んじゃったんですけれども、あくまでこれは、ロケ班、調査な、事前調査なので、ここで、あ、いけた。あ、オッケー。いけたとしても、本番で一発でクリアとかね、しちゃわないようにしないといけないですね。あくまで初見感。初見の感じで、プレイして、おお、この人、マリオメーカー楽しんでるなっていう感じ を視聴者に届けないといけない。で、ここ、なんやろ、ゴールしないで、ここのドアに入ると、ワンナップキノコがこの先にあって、あ、ちょっとおまけ感、嬉しいなっていう感じになるんですけれども、ここも、初めて来るかのようにね、ワクワク感を演出していくような実況をしなければいけないと。決してやってはいけないのは、あ、もうこんなところ、あそこワンナップキノコあるだけやから、もう行きませんみたいなね、もう知ってましたみたいな感じを出しちゃうと、しらけるので、そういうのはダメなので、あくまで初見の感じをしっかりと出した実況をしていきたいと思います。そして、これでまあゴールなんですけれども、まあ、このゴールの後も重要で、このゴールの後にチャンネル登録してねっていう気持ちを、高評価とかしてねっていう気持ちを表さなきゃいけないんですけど、あくまでさりげなく、しつこくなくやるっていうのが重要かなと
思いますので、まあ、そんな感じで本番の実況をやっていこうかと思いますので、それでは本番の実況の方どうぞやってみます。こんばんは、少年ボイス美少女 VTuber のフルコンです。今日はスーパーマリオメーカー2でアブさんのコースをやっちゃうのだ。でもこのコースクリア率が 2% でめちゃくちゃ低いの。 2% って 5% より低い、 8% 消費税より少ないよ。でも消費税が高いのかもしれないね。増税増税分離課税。お、入った。よし、これでスターを取って、ここで、あ、いっぱい敵倒して、お、気持ちいい気持ちいい、あす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 、あ、気持ちいい、あす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 、気持ちいい、あす、あす、気持ちいい、あす、気持ちいい、あす、気持ちいい、あす。そして、5つの扉があって、ここから入ってみたりしちゃおうかな。あ、どんだけどんだけエクスプレス快速急行わかない雪。さあ次のところはどんな感じになってるのかな。いやー、ここもここも当たりだといいな。何これ、何これ、何これ、何これ。おお、いや一応人も生き残れそうなんだけど、え、何これ、あ、こんなんばっかりなんだけど、え、ないわ。しかも生き残ったのに帰れないし。いや、生き残ったら普通帰れるでしょ、これ、頑張っ。いや。いや、ちょっとあれな、なんかこっちどうなってんのかな。ここ、なんもない。いや、こんなコース作るやつマジでちょっとサイコパスで、お尻の穴2個あるわ多分。怖いわ。まあいいや、言ってんのもね、あの左下がゴールなん知ってるし、まあまあいいや。まあいや、あくまで初見なんだけど、初見なんだけど、ここがふわふわした感じで、あのパッと俯瞰でいけばいけるような気もするし、下にあるドアも入らなくても、入ったってビアワンナップキノコがあるだけなのも知ってるから、もういいや。オッケー。というわけで、完璧な実況しちゃったで。というわけで、皆さんこれでは高評価をせざるを得ない。分チャンネル登録、高評価してください。チャンネル登録、高評価してください。チャンネル登録登録、高評価カカカトゥントゥン。チャンネル登録登録、ゴーゴーゴー。コメントもしてね、してね。高評価してね、いいね。チャンネル登録登録、はいはいはい。チャンネル登録をしてほしいな。ブブン。チャンネル登録、チャンネル登録してください。イエイ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 。